じゃあお疲れ様です。2月2日朝6時の相場解説いってみましょうか。まあ、今回はね、下落の止まりを意識しております。下落が止まったっていうふうにね、断言はできないところが痛いんですけども、でもまあ止まったんじゃないかなと思います。ここから上昇に向かうと思います。ただし上昇に向かうのは来週になると思いますけどね。はい、それで今日は米国の雇用統計も22時30分にありますので、そこも意識していきましょう。まあ、日中ね、取引される我々にとってはあんまり関係のないことではありますけども、来週からのマーケットを見る上で、米国雇用調整が最初の金曜日、2月2日にあるっていうふうにね、意識することは非常に大事なことになってきます。で、前回までで、日銀の政策金利、こちらの方に変更がなくて、粘り強く金融緩和を続けていくっていうことと、あと、米国の金利が利下げにならないことね、これが明言されたことによって、円安の方向に向かうこのエネルギーは変わらないってことになるんですよ。ところがですよ、ところが、その発表が両方あったのに、こうやって下がりっぱなしだったんで、どこで止まるのかなと思っていたけども、今日で止まったのかなっていうところですね。で、4時間の方を見ていきましょうか。はい、止まったのはどこかっていうと、私が考えてるのはここなんですよね。はい、ヒゲに支えられて、同じところでこの陰線陽線の並びができていて、で、ここで下髭の陰線もここで、整ってますよね。だからおそらく今ご覧いただいている146円の346あたりで一旦止まって、ここから反発して上昇に向かうんではなかろうかっていうふうには思います。ただしですよ、それを思った上であえて言いますけども、逆のことをね、1時間見ていくと違った姿が見えるわけですよ。それがディセンディングトライアングルなんですよね。で、下がここで整っているのはさっきお話した通りです。146円の1時間で見ると175ですか。で、その上で高値っていうのが少しずつ下がってきていて、こういうふうにね。で、移動平均線の下にもうほとんど収まってるでしょ。だから下落トレンドを書いてるというふうにも見えるんですよ。で、その上で下落トレンドなのに、この2点で安値が支えられてるってことは、ディセンディングトライアングルっぽくなってきたなっていうところなんですよね。で、そうなってくると、どっかで下に大きくブレイクするのか、それともこの2点底から3点底に支えられて反発して上の方に行くのかっていうふうな見立てになってきます。というところでね、レンジを設定しようかと思います。前回使ったこの赤い線、147円の265と146円の175ですか。上下1円と10ピップスぐらいあります。だいたい1円の上下ですね。この1円の上下で、とりあえずレンジを見て、金曜日はね、過ごしていこうと思います。エントリーのチャンスが来たら、それはエントリーします。例えば、下にブレイクしましたよってところは、下にブレイクを、やっぱりね、確認してエントリーしていこうと思いますし、上に抜ける場合ってのは、この斜めの線を目安にしていけるわけなんで、この時は、倍でエントリーして、147円の265あたりまで伸ばしていこうかなというところです。それが今日の方針です。それではお疲れ様です。